ゴミ袋2つに自分の必要なものを入れて、その家出して東京に、2人やる気満々の時に、急に愛子から、いやちょっと彼氏ができたっつって、あーなるほど、隣のクラスの、って人なんだけどって、あの初めて会った人にかます癖があって、自分の番になった時に妖精やりますって言って口パクをわーってやったんですよ。面白いやつですわ。そして山田さんが、どう解作です。さあ今日なんですけども、なんとあの渡辺直美さんが部屋に来てくれます。あれすげえ、ちょっと首の骨いったんかい。や折れたんですけど。いや、やばない、やばい、マジでビッグゲストが止まらねえくない？止まらねえです。本当に。はい。やっぱり夏暑いね。やっぱり YouTube 夏暑いよ。ピンの女性芸人さんとツーショットで話すの初なんですよ。初。もう結構緊張してるんですよ。うん。本当に。だっていろんな話聞きたいやん。確かに。がっつり喋ったことはあるんですか？ねえ。もともとだって男芸人さんとも俺繋がりあんまないのに、女性芸人さんも仲良いわけないよ。そう。でも仕事場ではちょこちょこお会いしてて、はい、で今回ちょっと YouTube 無理やろなと思ったんですけど、うん、出てくださるということで。素晴らしい。だそもそもなんで出てくれたかとかも聞きたいわ。根こそぎ聞きたいわ。これは時間かかるぞ。いやただね、やっぱり渡辺直美さんといえばもう世界を股にかけてこう活躍されてる方ですから、うん、むちゃくちゃ忙しいのよ。確かに。今回ももう少ないスケジュールをわざわざ僕のために開けてくれて来てくださる。ありがたい。しかも自宅よ。ありがたい。自宅。ちょっといろんな話をね、今日は渡辺直美さんとやっていきたいと思います。というわけで本日もどうかお願いします。渡辺直美さんです。よろしくお願いします。ほんまに来てくれた。めちゃくちゃ嬉しいです。いやもちろんですよ、そりゃ。直美さんってあんまり YouTube とか出るような人じゃないと思ってたんですけど。そうです、あんまり出ないですけども。ですよね。私あの家事作をやりますって言った時から、はい、私チャンネル登録してますから。マジっすか。そっからずっと見て、もうずっと応援してましたし。嬉しいんですけど。逆に呼ぶの遅くないと思って。簡単には誘えなかった。いや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 、でも本当に今回呼んでくださってありがたいですし、100万人もね。そうなんですよ、行かせていただいて。もう行きました、本当に嬉しいですし、はい、やっぱり金婚さんってやっぱ特別スターだなってやっぱ思いましたもん。ほんまですか。だって2人ともやってることが常に新しいじゃないですか。はい、常に時代の先行くんだなってやっぱ思いましたもん。ちょっと待って、もう泣いてやろうか。そもそも YouTube 自体は見るんですか、他の。あ、見ます見ます。私結構 YouTube ずっと見てますよ、いろいろ。例えばどんなの見るんですか。最近だとやっぱりそのレペゼンチケがどういう動きしてるのかっていうのはちょこちょここういつか何かやらかしそうだなみたいなのがワクワクして見てたんですけど。え、それレペゼンさんと直美さんが繋がってるわけではなく、はい、一切もう知らないですもん。そんなん言うたら絶対オファー来ますよ。いや絶対来ないですよ。いや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 、絶対来ないです。絶対来るって。いやいや来ないです、来ないです。他にも YouTuber さんを見たりもするんですか。見ます。私結構なんか都市伝説系の話も好きなので、うん、はいはい、直樹マンさんとか。直樹マンさん。あと瀬戸康史さんはもともとすごい好きで、だから昔瀬戸さんが好きって言ったら瀬戸さんがなんか番組に来てくださって、はいはいはい、それで一緒にお仕事させてもらったりとか。 YouTube に偏見みたいなのは特にない。ないです。私は全くそういうのがなかったので、はい、なので昔ラジオやってる時は、うん、YouTuber の方にお願いして、はい、私のなんか仲いいジャンポケとか、はいはいはい、芸人とみんなで一緒にラジオやったりとかゲストに呼んでトークしたりとか。僕実は過去の動画でラファエルさんの動画に直美さんが出てるのを見たんですよ、はいはい、これでひょっとしたら直美さん出てくれるかもっていうのを見つけた時に思ったんですよ。ラファエルさんのも一回かかった。そうです、はい、ラファエルさんも、はい、来てくださって。あ、意外やな、ほんまに。いやでも今回出てくれてほんまにありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます、本当に嬉しいです。ちょっと待ってよ、なんなんこれ。もうめっちゃ嬉しいんですけど。だってもう世界の直美さんやん。いやいや、もう全然ですから、もう全然です。よう言いますわほんまに。ちょっとね、今日せっかくなんで、はい、もういろんな話を直美さんから聞きたくて、はい、お笑いのルーツといいますか、はい、どっからお笑い芸になろうと思ったのかとか、はい、いつなんですか。もう幼稚園ぐらいの時から、はい、なんかそういうモノマネみたいなのをするのがすごい好きで。モノマネ、はいはいはい、まあ、モノマネ番組がすごい流行ってたので。はいはい、四天王の時ですか。四天王の時です。コロッケさんとかね、はい、クリカさんとか、はい、そこから芸人になりたいっていうのはありました。小学校上がったら、はい、それこそごっつええ感じとかめちゃイケもそうですけど、うん、もう跳ね飛びのコントを見てた世代なので。あ、そうなんだ。はい、ごめん急にそうなんだとか言って。いや、いいですよ。なんか今いきなり偉そうなったの。跳ね飛び見てたんやー言って。ハネトビ見て、はい、やっぱそのコント番組がいっぱいたくさんあった中で、うん、小学校の時はコントをやりたい、はいはい、コント芸人になりたいっていうのがあって、
、うん、で中学校の時にそのルミネーゼ吉本、はい、それこそ、はい、私茨城県出身なんで、うん、なかなか都内にライブ見に行くというのできなかったんですけど、まあ、距離があるからね、距離があるので、はい、吉本ファンダゴ TV っていう、うん、吉本のなんか番組ちょっと24時間流れてる、うん、はい、チャンネルがありますよね、はいはい、でその中でルミネーゼ吉本っていうのを初めて見て、うん、ルミネでネタをやってる芸人さんが、うん、その舞台がそのままテレビで流れるっていうのがあって、はい、その時にキンコンさんがルミネーゼ吉本で漫才をやってるやつを見たんですよ、中学校の時に。あ、見てくれてたんや、はい、こういうお笑いの舞台、テレビだけじゃなくて舞台もあるんだと、うん、こうやって漫才をやって、うん、笑かす場所があるんだったら私吉本に入りたいってそこで決めたんですよ。そのファンナゴきっかけで。そうです、吉本っていうのを決めて。あ、その頃から親御さんには言ってたんですか、私ちょっとお笑い芸人になりたいんだけどみたいな。言いました。で、私中卒なんですよ、はいはいはい、高校3つ受けて全部落ちて、普通にシンプルに毎日学校も行ったし、学校行ったしヤンキーとかでもないし、ないですよね、はい、別にグレてたわけでもない、全くグレてないですよ、勉強もちゃんとした、はい、授業も全部受けた、はい、はい、結果落ちましたすべて偏差値高いとこ狙いすぎたみたいな。いや違います、結構あのゲノゲノが大丈夫ですかこれ言うても。いや全然大丈夫です、結構言ってるんですけど。あ、ほんまですか。普通のお客さんとか引いてしまうのでこの話をするとだってぽくないですもん。そう、ぽくないように生きるのが得意なんで。ねえ、親御さんちょっと心配して。心配で、うん、でさらに芸人になりたいと。もう中学校卒業したらもう NSC も養成所も15歳ぐらいから入れるらしいから、もう行こうかなみたいなことを言ったら、まあめちゃくちゃ怒られましたし、それこそあの私お母さんが台湾人で、あの台湾の親戚がみんな日本に遊びに来た時も全員怒って、いやもうその女の子たち一人っ子ですし、学校もね行かずにお笑いやるなんて、そんなのやってテレビ出てる人は一部の人だけであって、そこで成功する人は数少ないからやめとけってずっと言われてたんですよ。まあ確かに言わんとすることもものすごくわかるんですけど、それでもずっと思ってきたことだから芸人をやりたいっていうふうにずっと言い続けて、でもまあすぐにはね、15歳から東京を初めて行ってやるっていうのは難しいので。そうですね、まあ18歳でみんなねいろいろ旅立つ人も多いので、18までの3年間はバイトしてお金を貯めて準備できますっていうことを言って行きました。18歳になったタイミングで、じゃあ私吉本行ってきますって言って。その時はもうさすがに3年経ってますよね、はい、親御さんはどうやったんですか。いや親はもう全然許してくれなくって。え、その時も。はい、もう本当に厳しい親で、はい、お泊りも禁止ですし、もう夜も帰ってこなかったら、はい、バイトしてるのに電話かかってきたりとか。まあ可愛かったんやろうな多分。なので NSC の入学の3日前ぐらいに、免許取り立ての友達の車に、まあ、ゴミ袋2つに自分の必要なものを入れて、その家出して東京に。家出だ。そうなんです。一番最初は、最初はすごい電話がかかってきて帰ってこないので私が、でもそれも全部切って出ずにしてたら、まあ、向こうも多分気づいてたんでしょうね、うん、あ吉本行くのかなみたいな、うん、あもうね。なのでそこから、まあ、連絡が来なかったですけど、うん、まあ、自分がある程度テレビに出るようになってからは、うん、まあ、普通に連絡を取るようになりました。取るようになって、はい、でそれで言ったら今の直美さんの活躍を見た時に今の親御さんどうですか。むちゃくちゃ喜んでんじゃないですか。いやもうずっとお前滑ってるずっとって言ってた面白くない台湾人なんでちょっと訛りの方がきついんですほんまにこれ本当なんですよだってもっと日本語を上手になられてるねえ、もう全然下手ですね。まあ応援はしてくださってるだろうけども、はい、認めてはないんです。認めてないですね、全く。今も全く認めてないです。まあ昔からなんか負けたくないみたいな、私の方が面白いみたいなことはずっと言ってきたんで、親が、はい、ちょっとごめんなさい、なんでそんな人が吉本許してくれるそんな人やったらお笑い行きってなると思って。そうなんですけどなんか分かんないですけど、ずっとそうやってなんか対抗意識みたいな。あ、面白いお母さんだ。たまに実家とか帰ると、うん、その時流行ってる芸人さんのネタを満禁にしてくるんですよ好きなのに、好きだからこそ多分娘には厳しく、そんな簡単な、そんな甘くないぞと。甘くないよっていう。こんな面白いお母さんでも吉本入らんかったよねっていうことなのかもしれない、ね、かもしれないですね。で東京出てきて NSC に入ったんですか。 NSC に入って NSC の12期生ですね。同期って誰になるんですか。ジャンポケとか、ジャングルポケットさん、ジェラードンも同期ですし。あ、ジェラードンさんね、トリオの。あと大阪だと吉田たち。あ、吉田たちは双子漫才師ですわ、はあ、見取り図とかその辺ですね。なるほど、はい、まあ、NSC 入って、まあ、一人で入りましたよね。一人で入りました。どうしよう思ったんですか。まず私は、はい、あの漫才師のツッコミになりたくて入ってるんですよ NSC に。ほんまに言ってますか本当なんですよ。ほんまに言ってますそうなんですよ、怖いですよねこんなにも変わるんだ
っていうやりたいことを。そもそも幼稚園小中とモノマネして人を笑かしてきた人ですよね、はい、そうなんです。だってそんな人がツッコミやろうってなぜ思うんですか。誰か憧れてる人いたんですか。ちなみに憧れてる人はその時、はい、10代の時に見てたのがチャイルドマシンさんの漫才を見て。面白いですよね。すごく面白いですよ。もうセンスの塊と言いますか、はい、はいはい。でそのチャイバの山本さんのツッコミがすごいかっこよかったんですよ。面白いです。今も新喜劇で活躍されてるんですけども、はい、面白いですね。そうなんです。ボケてる人の方を見て突っ込むんじゃなくって遠くを見て突っ込むじゃないですか。そう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 。こっちでボケてるのに、はいはい、いやなんでやねみたいな、こうこっち向かって、はい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 、突っ込んでるスタイルがかっこいいと思ってそれを家で自分で練習したりとかして、はい、その山本さんみたいな突っ込みになりたいなと思ってほんまに本当にで、ネジ入ってネジ入ってで漫才やりたいんですもんね。だって漫才やりたいし、はい、でコントもすごい好きなので、うん、ネタをやりたいと思って入ってきたんですけど、はい、ネタの作り方もわからないし、うん、相方探しもわからないので、まずほんまにゼロからですもんね、一、はい、人で入ったってことは、はい、そうなんですよ。 で私結構あんまりこうグイグイ行くタイプじゃないので、うん、一番最初に声かけてきた人がもともと吉本の人だったらしいですね。一回芸人辞めて、一回入ってきた同期がいたんですけど、その子と喋って一緒にご飯行かないって言われてご飯行ったら、うんうん、もうめちゃくちゃかまされたんですよ、その人に。かまされたっていうのは同期なんですけど、やっぱ経験してるから、はい、なるほど。私誰々さんと誰々さんとめっちゃ仲いいんだよねみたいな先輩芸人の名前出してくるんですよきついきついきつい。いるじゃないですか、そういう人。私はこういう仕事して、こういう仕事したことあるんだよねみたいな、はい、って言われた時に一気に火がついて、はい、うん、絶対こいつに負けたくねえって思ったんですもうスイッチが入って、はい、もう相方を探すのは自分から声かけるんじゃなくって、うん、自分が作ったピンネタを見て面白いって言ってくれた人と組もうって考えたんです。そっから渡辺直美というピン芸人が生まれたわけですね。はい。でそれで一番最初の NSC のネタ見せがあって、はい、もちろんその経験者の子はもう相方すぐ見つけてエントリーして、で私も負けずとエントリーして、でピンでネタをやったんですね、はい、でそれでその時に面白いね直美ちゃんって言ってくれたことを組みました、うんうん、一番最初。あ、一回組んでるんだ。組みました。ちなみにその直美さんがまず一発目にネタ見せでやったネタっていうのはどういうネタやったんですか。もう本当にしょうもないんですよそう、内容が、はい、まあ、ちょっとあるあるを言っていくみたいな、はい、なんかいい女みたいな感じ出てきて、はい、ねえねえみんなみたいな、こういう大人って許せないよねみたいな感じで入ってきて、めっちゃ面白そうですけど、はい、電車で紙袋の中に隠してお酒飲んでる人気づいてるっつーのーっていうことですいや面白いよ、ね、いや面白くないんですよ、意味わかんないなんかその時は高橋さん、元祖爆笑王の高橋さんの授業だったんですね、はいはい、高橋さんがそう褒めてくださって、はい、ほら褒めてくださったでしょ、いい声してるよみたいな感じで言ってくれて、うん、直美さん面白いなってなる人と一回コンビを組んだんだ。組みました。それはなんていうコンビですか。わたもちっていうコンビなんですけど、渡辺さんともちづきさん。おお、よく来るんですよね。いや、それはもちづきもちづきぐらいですどんなコンビやったんですか、それは。それはあのコントのコンビで、ネタをまず作ろうってなったんですね、はい、でお互いネタを作ったことがないから、うん、まあ、どっちがネタ書くとかじゃなくて一回一緒に作ろうって言って、うん、で集まって、愛子って言うんですけど、望月愛子って言うんですけど、はい、愛子は、うん、もうスタイルが超良くて美人なんですよ。面白い感じのリアクションとかもするので、うん、すごい期待してたんですね、はい、ネタも、はい、私も、まあ、ネタを書いて、まあ、美容室っていうのベタな美容室っていうコントを書いて、はいはいはい、次の日持ってったんですね、はい、でせーので見せようって言ってせーのって見せたら、はい、私は美容室、はい、で愛子は人食いババっていうコントをまず作ってきたんですねタイトルがちょっと不穏に思って一発目それだったんですよあれって思って、で内容を読んだら、なんか山にその人食いババアがいて、それそこに来た女の子がその人食いババアに食われて、で人食いババアはもううんことかも食べるみたいななんか内容だったんですよ。人食いババアの役はどっちにやらそうとしてたんですか。私ですなんて言ったんすか、そのネタ見た時に。それ見た時にでもまだ組み立てだしそうか、あんまきつく言ったらやばいかなと思って、ね、はい、ありかもしれないけど、でも最初はちょっと多分ベタなやつで言った方がいいかもねちょっとごまかして、でまあその美容室っていうコントの方に進めました、うん、進めて、はい、どれぐらいやってたんですか、わたもちさん。5月ぐらいから組んで12月に解散しましたね。理由は何だったんですか。愛子が辞めたんですよ、 NSC を。なぜですか、それは。それまではすごい元気いっぱいだったんですけど、うん、どんどん自分に自信をなくしちゃって、
思ってた芸人に向いてないかもしれない。それはだって綿持さんも多分直美さん率いるだったら俺は絶対面白かったと思うんですよ、はい、NNC でもそれこそ先生方から評価も高かったと思うし、はい、選抜は結構たくさんそうでしょ、はい、絶対そうだと思うんですよ、はい、だそこで望月さんが自信なくす理由が僕今分かんなかったんですよ。そうなんですよ、5月に組み立ての時に、はい、2人やる気満々の時に、はい、急に愛子から、はい、ごめんちょっと話したいことがあると、うん、で何何って言ったら、うん、いやちょっと彼氏ができたっつって、あーなるほど、あー彼氏かみたいな、うんうんうん、彼氏が、うん、まあ、同期なんだけどみたいな、あ芸人さん芸人で同期で NSC の同期で、もう最悪みたいな、その人誰なのみたいな、名前知らないと思うんだけど、うん、隣のクラスの斉藤慎二っていう人なんだけどって言ってちょっと待ってあのそっから私も斉藤さんと、まあ、結局仲良くなって、はい、2人でコントやったりとか、うんうん、いろんなそういう流れで、うん、多分愛子がすごいなんか落ち込んじゃったみたいで、ああなるほど、うん、私ってみたいな、まあ、うん、いろんな多分愛子の思うところがあるでしょうね、結構才能がないのかもしれないみたいなのがあって、なるほど、で私はずっと止めてて、もう愛子以外じゃないと無理だし、うん、愛子と一緒にやりたいって、はい、言ってたんですけど、うん、まあ、そのまま愛子は辞めていき、私は世界一の波が面白いと思ってるから、うん、解散して新しい相方を見つけるじゃなくって、うん、私ただ辞めるだけだから、うん、最初で最後の相方は直美だけだよって言って、うわちょっと何もちょい話やん、そうなんですよ、本当にそのまま辞めたんだ、本当に辞めていって、で卒業間近なんで、はい、もうそして辞めたらもう一回ゼロからじゃないですか、そうですね、もうなくなりますから、でまた新しい相方を組みました、あ組んだんだ、はい、また組みました、それは同期の人ですか、同期の、はい、もう今も辞めちゃったんですけど、はい、リナちゃんっていうこと組んで、コンビ名はフレッシュライム、フレッシュライム、あ、はい、シュッとしてますやん、ちょっとダサめの名前つけようっていうことでフレッシュライムっていうで、まあ、その子は漫才をもともとやってた子 で私はコントがもうその時はもうツッコミ、あれ漫才のツッコミはもう全部諦めて外向いてツッコむやつができないなって自分で理解して理解して、はい、でもコントのボケをやる、で向こうはもともと漫才のボケをやってたので、あらどうなりますなんそれ、そうなんですよ、はい、で、まあ、話し合った結果向こうがいや直美はボケで私は突っ込むわみたいな感じで、うちのコンビと一緒ですそれ、えそうです、キングコングももともと別々のコンビで、はい、実は僕ボケで西野さんもボケやったんですよ、ボケボケで組んだんですよ、あそうなんですか、でどっちするってなった時に西野さんが、はい、あのいやボケは梶原やわっつって、はい、俺はじゃあ突っ込むって言って変わってくれたんですよ、そんな感じじゃないですか多分、だからそれでずっとうまくいったんですね、そうなんです、そうなんです、実は本当あの人ボケなんですよ、でどっちもできるんですね、どっちもできます多分、フレッシュライムの相方さんも多分そういう直美には勝てないから私突っ込みようってことだったんでしょうね、そうなんですかね、なんか今の言い方やっちゃったらなんか西野さんよりも僕の方がすごいみたいな言い方すいませんそんなつもりはなかったんですけどでもそういうことだと思うんですよ、はい、でフレッシュライムでネタやって、はい、もうギリギリ選抜にも入れてすごいなやっぱり、でそれで、まあ、NSC 卒業して、はい、その NSC 卒業した一発目のライブのオーディションがあったんですよ、はいはい、でそのライブのオーディションっていうのが特技披露っていうやつだったんですね、ほうゲームコーナー あのライブだったんで、なるほどコーナーのオーディションみたいなことだ、そうです、はいはいはい、でその時に私特技がなくって、例えば他の人だったら、はい、なんか目隠ししていろんな会社のティッシュを並べてなんか口に入れてどのティッシュか当てるとかちょっと面白めのだいぶ面白いですね、はい、そういうなんか面白いネタっぽい特技披露みたいなやつがあったんですけど、うん、私はなかったので、うん、なのでその時あのビヨンセのドリームガールズっていう映画が出た、はい、流行ってって私も見てたので、はい、でビヨンセもずっと好きだったし、はい、じゃあビヨンセのバラードかけてビヨンセが歌ってるかのように見せますっていうのがそこからのスタートで、それそこで生まれたんですか、はい、はーい、なるほど、それ今日聞きたかったんですよあのビヨンセはどこで生まれたのかなと思ってコーナーのオーディションでもう無理やり出して、あ、じゃあもうこの口パクでへーみたいな、なるほどね、芸人になったスタートの一番最初のオーディションで、それはでもフレッシュライムとして受けてたんではないんですか、そうです、あのみんなコンビで受けるんですけど、はい、実際やるのは一人一人なんですよ、まあ、山田さんっていう作家さんがいるんですけど、うん、その山田さんが、まあ、そのオーディションするみたいな、うん、でも山田さんって最初はなんか初めて会った人にかます癖があって、いやそういう人いますねそういう人おるわいい人なんですよ、わかりますよ、かまし癖みたいなね、そう、うん、まあ、なんかかますんで、うん、オーディションみんな10人ぐらいネタやってもずっとパソコンいじって一切見ないというかまし方してるおるーおるーわーマ
ジでおる、ディレクターとかでもおる。そう、ほんまに舐められたら困るからみたいな感じで、そうそう、ノールックのかまし、ノールックでめっちゃ怖かったんですよ、はい、そんな人がいるんだっていうので、はいはい、で、いろんな先輩方がやって、もうみんな激沈だし、うん、自分の番になった時に、もういいやみたいな、見てねえし、うん、もうなんか思いっきりやろうと思って、ビヨンセやりますって言って、曲かけて、はい、でこれでなんか口パクをわーってやったんですよ。面白いやつですわ、もう、はい、そして山田さんが、はい、一瞬見たんですよ、私も。あの山田さんが、あの山田さんが動いた、はい、で、おっ見たぞ今と思って、もっと激しい動きして、はい、もっとやろうと思って、はい、うわーってやったら、うん、山田さんが、はい、いつも首にタオルかけてるんですけど、はい、そのタオルを口に当ててこうやって笑い始めたんですよ。刺さった山田に刺さった来たぜと思って、もうなんか直美さんも踊りながらも、もう山田さんをピンポイントで狙ってるわけですよね、はい、ピンポイントで狙ってやったらもうそれでも、まあ、無事受かりまして、たんだ。でそれは私12期なんですけど、9期生ぐらいまでの芸人さんたちがみんな出てるライブで、うん、じゃあちょっとみんなで集まって顔合わせするっていうのが全部で 4,50 組ぐらいの、結構ですね、はい、芸人が集まって戦うんですけど、はいはい、うん、その時に稽古場というかそういうとこ入ったら、はい、なんか、おいとか、水牛さんっていうコアモテの先輩がいるんですけど、水牛さん12期でさ、あの山田さん笑かしたやついるんだろうとか言ってバーって来て、はい、で、なんか同期が直美のビヨンセのことじゃないってなって、はっとか言って、でも自分であげれないじゃないですか、まあ、なかなかね、はい、はい、なので、ほらビヨンセやったやついいんだろこんなガリって、水牛のデリカシーもう最悪で多分、直美ですみたいなことを同期が言ってくれたんですよ。言ってくれたんだ、はい。そしたら、お前かよみたいな、こっち来いとか言って、うんうん、杉さん連れてかれて、はい、部屋開けたら、11期から9期生までの先輩がブワーっている中で、はい、わーこいつだってさーみたいな感じになって、うわ、水牛のデリカシーそういうの苦手やわ、苦手ですよね、されたんだ、はい、いやもう杉さん良かれと思って、いやまあそうだけどね、はい、で先輩たちもなんか、え、そうなんだみたいな、ただの女の子じゃんみたいな、うんうん、なんかその時も痩せてましたし、はいはいはい、なんかその茶髪のロン毛とかだったんで、はい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 、なんかあ、そうなんだみたいな、じゃあ今度みんなの前でやってよみたいな感じでまあ先輩たちがやっぱ最初ですからかわすんですよみんな、はい、おいで、でまあ同期も全員それで震えて、うん、そこんなことになるのかみたいな、はい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 、でそのまま普通に稽古が終わって、うん、その2ヶ月後ぐらいに、まあ、特技披露をちゃんと舞台でやるっていう機会が来たんですよ、はい、で山田さんがじゃあ直美お前あれやれよビヨンセのみたいな、あ、来た、で全員がそうで、お前のビヨンセ見たことねえから一回ここで見せてみろよみたいな、また来たかまされまくってますねで、まあ、ビヨンセわーってやっ て、あ、いいんじゃないみたいな、でそれで行こっかみたいな感じで、もうファッとやられて、ファッとやられて、いざライブが始まった時に、はい、まあ、ピースさんが MC だったんですね。あ、ピースさん舞台でビヨンセやったことないから、初ビヨンセ、初ビヨンセで、なるほど、これ受けるか受けないかも分かんないし、うんうん、まして自分はこれ面白いと思ってなかったので、どこがボケのポイントかも分かんないままやってたらみんなが笑ってるっていう感覚だったので、うんうん、不安だったんですけど、はい、すごいみんなが笑ってくれて、笑ってくれて、で、ピースさんもすごい笑ってくれて、うん、あ、よかったビヨンセ受けた、うん、そしたら綾部さんが終わった後に、うん、お前ちょっとこっち来いとか言って、で、はい、お前のビヨンセさ、めっちゃ面白いからさ、俺のあの知り合いのディレクターさんに頼んで、あのオーディション呼ぶように言っとくから、みたいな、2、3個多分入ると思うよって言われたんですよ。そんな当時の綾部さんって力ありました。そうなんですよ。まあでもやっぱり綾部さんってそのものすごい友達はたくさんいらっしゃいましたから、はいはい、実際それで紹介してくれたんですか。本当に実際オーディションが2つ入ってたんです。すげえ。綾部さんすごいと思って、はい、でオーディションを私受けに行くって言って、はい、その相方に言ったら、うん、うん、みたいな、あ、来た、ここで、うん、うん、行ってくればみたいな、で私もちょっとあれ不穏に思っちゃって、うん、いやでもこれはフレッシュライブのために、うん、行くオーディションだから、うん、別に私は一人で売れようとかも思ってないよみたいなこと言ったら、うん、いやもちろんもちろん分かってるよみたいな、行ってらっしゃいみたいな感じ でそこからオーディションを受けたんですけど、はい、まあオーディションも受からず、そこからまあコンビ仲もちょっと変な感じになって、ちょっとそれきっかけで、はい、はいはいはい、で他の芸人の同期からも、うん、お前がなんかビヨンセやってるのとかちょっと結構本人気にしてるっぽいよみたいな、あーなるほどね、ああいうのってね芸人さん同士で噂流れるんすよ。そうなんですよ。でやっぱり相方さんも当時ストレスあったからね、言うんですよ外に、うん、すぐ届くんですよね。すぐ届く。うわーなるほど。もしかしたらじゃあもうビヨンセをやらない方がいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、ちょっとビヨンセを封印というか、ほう、まあ、先輩たちがなんか舞台でこういじってくれてもやらないようにしたりとかしてたんですけど、はい、まあそれだけじゃなくて多分お互いのそのすれ違いがあって
って、うん、夏に解散が決定して、うん、することになったんだ。その相方さんはもうやってないですか、それからは。やってないです。そこから結構頑張っていろいろピンでもやってたんですけど。あ、ピンでもやってたんだ。はい、なるほど。でも解散することになって、解散することになって、はい、いよいよ野放しというか、今までは NSC の中だったんで、うん、相方とかね別に探せたけど、そうですね、今もうみんなスタートしてるし、してるし、みんなもう組んでますから、これどうしようと思って、はい、立ち止まってるよりは、まあ、いろんな方々がライブにいっぱい呼んでくれてたし、うん、で相方探しながらピンでもネタやり続けようって思って、はい、でそれでその時のピンのネタがビヨンセしかなかったので。そうっすよね、ビヨンセ、はい、はい、なのでビヨンセとかいろんなアーティストの口パクをライブでやるようになって、はいで、はい、そしたらそのライブにたまたま今田さんが見に来てくださってて、今田耕司さん、今田さんが何やあの子みたいな感じで、うんうん、今田さんのさんまのまんまの、ああ今田さんおすすめの芸人さんがネタをするみたいな、はい、さんまさんの前で、はい、はい、あれで今田さんが若手のライブ見に来て誰かを選ぶってやつに選ばれて、そのままさんまのまんまで初めてテレビデビューして、そっからですか、直美さんがこう世間にブワーって出だしたのって。早かったです。早かったっすよね、はい、僕のイメージですけど、うん、いいとものきっかけってすごくでかかったんじゃないかなと思ったんですけど。大きかったです。やっぱ大きかったですか。今思うとね、はい、めちゃくちゃ怖かったと思うんですよ。いやちょっとできないです、すいませんっつって一回断った。一回断ってるんですか。断って、はい、今の自分にはその実力がなさすぎるから、うん、ヘマをすごいしてしまうかもしれないから。緊張もするしね。緊張もするし、あと朝弱いんで多分絶対遅刻するって言われて、うん、そこわかんないスケジュールの中だったんで、一番ひどい時とかは、うん、テロショッキングの時とか寝てましたもんね。もう普通に大の字になって寝てました。又吉さん脚本で、うん、ピースさんとノブコブさんと私の5人で舞台をやろうっていう話が来たんですね、うん、ここに、まあ、ピカルの定理のスタッフさんが来た。いいとももピカルも同じ時期に終わったんですよ。その2つが終わるってなって、うん、武器がねって思ったんですよ。環境変えてニューヨークに留学行こうと思って、そこで留学に行きます。それだ、はい。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。